界で K-POP が連日再炎上しています。 K-POP を拒絶するタイ人がどんどん増えています。タイの大手メディアも直々に K-POP 批判記事を上げるほど強烈な拒否反応が起きているんです。ことの発端はアイドルグループブラックピンクに所属するタイ人メンバーのリサを韓国側が超冷遇していること。そもそもタイはどちらかといえば新歓の国で、リサも現地からめちゃくちゃ人気を集めていました。 K-POP はともかく、もし日本人が異国の地で活躍していたらと思うと応援したくなる気持ちはわかりますよね。ところがお隣さんはタイ人たちを失望させるようなやらかしばかり。リサを冷遇するどころか、韓国の大手芸能事務所から流出した内部報告書では彼女のタイ人ファンを見下すようなことを堂々と書いていたんです。これにずっと前から続くお隣さんのタイ人差別が組み合わさり、もう K-POP どころか韓国ごと嫌われているんですね。というわけで今回は韓国がタイ人差別を繰り返した結果、世界で嫌われる K-POP について解説していきます。それでは行ってみましょう。今回問題となっている韓国の4人組女性アイドルグループブラックピンク、このグループは韓国が世界で売れさせようとゴリ押ししているグループの一つです。2020年にベイブルームバーグ氏で世界で最も影響力のあるポップスターに選ばれたり、2023年7月には YouTube 動画の累計再生数が325億回を超えたりしています。公式 YouTube チャンネルの登録者数がアーティストの中で世界トップになったこともあるようです。どれだけゴリ押しされているか伺えますよね。そのブラックピンクですが、冒頭でもご紹介した通り、このグループにはタイ人のリサというメンバーが所属しています。彼女は14歳の時にオーディションで合格し、5年にわたる練習生としての期間を経て2016年にデビューしました。当時は K-POP グループに外国人が入るのは珍しかったようですが、ブラックピンクの場合ロゼというニュージーランド出身のメンバーもいます。もしかしたら最初から事務所側は海外進出を視野に入れていたのかもしれませんね。ちなみにリサはメンバーの中でもかなりの人気っぷりで、今年の6月6日に開設したという新たな TikTok アカウントはわずか2時間18分でフォロワー数百万人を突破、なんとギネス新記録を達成しています。さらにリサの人気がわかるのが YouTube に上げられたソロデビュー曲の動画再生数、なんとこちらは公開2日で1億回を突破。実はこの記録とんでもないもので、 K-POP ソロアーティストとしての最短記録を更新。ソロアルバムの初週セールス73万枚を突破、 K-POP 女性アーティストの初週セールス歴代1位という凄まじい記録を残しています。これだけでもリサが K-POP アーティストの中でも人気なことがわかりますね。タイの方も嬉しいんじゃないでしょうか。このようにデータからでもわかるくらい推されているリサでしたが、実はタイでは韓国は彼女を冷遇している、差別だとお隣さんに対する怒りの声が上がっているんです。これだけ売れているのになぜこんなことになっているんでしょうか。というのもグループの中でリサだけ扱いが違うということが何回も起きているんです。例えば他のメンバーは出席したファッションイベントにリサだけ参加できなかったり、彼女だけ海外への移動にスタッフが付き添わなかったり、こういったことが続いているため、タイではリサ冷遇説が強く疑われているんです。しかし、この疑惑について韓国メディアの中央日報はこのように報道しています。現在ソロ活動が中心のブラックピンクで、世界でも人気を集めているのはロゼとジェニーであり、これに不満を持ったタイ人が彼女らをバッシングしている。タイに喧嘩でも売ってるんですかね。リサが冷遇されていることが批判されているのに、その返答がタイ人が他のメンバーに嫉妬しているからってやばすぎですよね。っていうか数字的にはリサがメンバー内で一番人気なんですけど、それなのにロゼとジェニーを持ち上げるって、逆に彼女ら2人のネガキャンでもしたいんでしょうか。ちなみに中央日報の言い分によれば、リサ推しのタイ人たちはメンバーのリサの誕生日祝いの遅れ事件を今でも根に持っているようです。同紙によると2022年にロゼがリサの誕生日を祝ったが、かなり時間が経ってからだったためタイのファンから反感を買ったとのこと。 SNS の反応を見る限りファン的にはリサだけこんな仕打ちを受けるなんて、メンバーから差別されたりはぶられてるのでは、タイ人のリサを良いように利用するだけ利用して扱いはないなしろにされているのではという印象があったようです。確かに心配になる気持ちもわからなくもないですよね。それでなくても内容については後ほど詳しくお話ししますが、韓国人のタイ人差別はやばいようですし、そういう背景がある以上差別を疑ってしまう心理があってもおかしくはないですよね。また現在ソロで世界で人気があるのはロゼとジェニーという中央日報側の分析についても、タイ人差別の背景がある以上話は変わってきます。
タイ人のファンからしたら、事務所がロゼたちほどリサをプッシュしなかったからそうなったんだろうと思えてしまうわけです。ま、中央日報側の人気分析が正しければの話ですけどね。ただタイ人のリサファンはロゼとジェニーのネガキャンまで SNS を中心に行っていると言います。さすがにそれはやりすぎですけど、韓国側がこれまで行ってきた差別がタイ人たちの不信感のもとだったとすれば根は深そうです。このようにブラックピンクのリサが冷遇されているとタイで炎上するほどの騒ぎが起きているわけですが、11月に入ってさらにとんでもないことが起きてしまいました。なんと今度は韓国の巨大芸能事務所の内部報告書が流出。しかもブラックピンクに関してはタイが名指しで叩かれてたことまで暴露されてしまったんです。というわけで次のトピックでは内部報告書の流出事件についてご紹介します。今回報告書が流出したのはあの BTS も所属している大手芸能事務所の HYBE。 報告書の内容には批判や侮辱的な表現のものもあり、ネットではかなりの物議を醸しています。しかも先ほどお話しした通り、タイ人を差別するような内容も盛り込まれていたため、現地では大手メディアまでこの件について報道。こんなのタイ人差別だろと大炎上しています。ではここからはその内容を見ていきましょう。該当の報告書ではブラックピンクとリサ、そのファンについてざっくりまとめるとこう書いてありました。ブラックピンクはどこよりも異性恋派よりに偏ったグループだ。アジア人のオタク集団は勢力が強い傾向で、メンバーたちはメンタルを無駄にすり減らすような事件に巻き込まれがちだ。特定地域のオタク集団はメンバーの人気で不必要な争いをする傾向が強い。皆さんはこれを見てどう思いますか？ブラックピンクのリサ冷遇疑惑を踏まえると、ほぼほぼタイ人のファンたちを名指しで批判しているようなものですよね。っていうかここまで来ると言い逃れできないレベルです。当然現地のタイ人たちもそう受け取ったようで、これは差別だろ、タイ人のファンを侮辱しているといったようなコメントが相次ぎ、ネットを中心に大騒ぎになっています。それでなくても近年のタイでは韓国で受けたという差別が話題になっているんです。特に有名なのが入国拒否事件。韓国では K-ETA 制度という事前に入国申請をする制度があるんですが、大勢のタイ人が許可を得られず最終的に旅行をキャンセルする羽目になったんです。この件の被害者実はとんでもない数で、なんと2023年は約1万人だったんだそう。旅行希望のタイ人だけで1万人近くも入国拒否されるなんてやばすぎです。しかも入国拒否されたのは観光客だけではないことが分かっています。なんとタイ政府のお偉いさんとその家族すら申請を却下されたというんです。入国拒否が相次いでいる背景にはタイ人の不法就労者が韓国で増えていることもあるようですけど、お偉いさんはそれには当てはまりません。なのに入国拒否されるなんてどういうことなんでしょう。しっかり審査しているのかかなり疑問ですよね。しかもたとえ K-ETA 制度で申請が認められても、空港での入国審査で意味不明な質問を投げかけられて現地で入国を拒否される人も相次いでいるといいます。お金をかけて韓国まで行ったのに入る直前に理不尽に追い返されるなんてたまったもんじゃありません。ですがこのような明らかな差別は入国審査だけじゃないんです。 SNS に投稿されたタイ人の投稿では、お隣さんから受けた差別や韓国で働いていた際に受けた嫌がらせについて書かれたものがたくさんあります。タイ人をはじめとして東南アジア系の人種を肌の色や発展途上国だからと軽視、差別する韓国人がそれだけいるんです。また入国審査の件でもタイ人たちによって韓国禁止、バン、コリアというハッシュタグが SNS 上で拡散されています。これによって韓国旅行をやめよう、不当な扱いに声を上げようという流れがタイで始まりました。その結果2024年上半期のタイ人の観光客数は約 16.8 万人と、昨年同期よりなんと2割近くも減少。毎月の観光客数も7ヶ月連続で減少しているそうです。それだけ多くのタイ人たちが韓国離れをしたというわけですね。このように以前から韓国人がタイ人差別をしてきたという背景もあり、リサの冷遇疑惑やHYBEによるリサファン名指し批判事件は大炎上してしまいました。正直リサの誕生日の件については本当に悪意があったのか真偽不明なので何とも言えないところではあります。しかしこういった背景がある以上、タイ人が韓国側の対応に過敏になりがちなのは当たり前ですよね。いわば今までお隣さんが他国を見下してきたツケが噴出しているんです。ところでここまでタイ人の K-POP 離れが進んでいるという話をしてきましたが、実はアメリカではもっと K-POP 離れが進んでいます。しかもここまで話に出てきたブラックピンクのリサが大炎上したこともあるんです。
というわけで次のトピックではアメリカでリサが大炎上した件についてご紹介していきたいと思います。今回口パク歌唱で大炎上したのは韓国の女性4人組グループブラック・ピンクに所属するリサという人物です。グループ内でも高い人気があり、彼女個人のインスタグラムフォロワー数は1億人以上。水増しがないと仮定したら、原爆 T シャツで有名になった防弾少年団こと BTS すら上回っています。そんなリサは個人活動も行っており、2023年9月にニューヨークで行われた 2024MTV ビデオミュージックアワードに出演し、パフォーマンスを披露しました。この賞はグラミー賞などと並ぶアメリカ4大音楽賞の一つ。リサもベスト K-POP 賞なるものを受賞したそうです。ところがパフォーマンス直後から SNS では大炎上しました。唇がほとんど動いていない、これで騙せると思ったのか、全部口パク、生で歌う勇気がないのか、といった批判が次々と寄せられたんです。実際コメントの指摘通り、彼女の口元はほとんど動いておらず、本当に歌っているとはとても思えないものでした。アメリカでは日本以上に口パクが嫌われています。テレビの歌番組でも基本は生演奏に生歌。2013年にはオバマ大統領の就任式典で歌手のビヨンセ氏が国歌を口パクで披露し、全米を巻き込む大騒動になりました。ウォーターゲート事件にちなんでビヨンセゲート事件と呼ばれ、マスコミからも国民からも、彼女はアメリカ国民を欺いた、伝統ある式典を汚した、とも批判されたんです。それほどにアメリカ人は口パクが大嫌いなんですね。なのにリサは MTV アワードという大舞台で堂々と口パクを披露してしまいました。だからこそもう炎上が止まらないわけなんです。ただ批判の背景にはそもそもリサ本人の評価が低いことも関係しています。口パク動向を以前に受賞するほど良い歌じゃないと思われているんですね。例えば有名タブロイド紙のニューヨークポストはリサのパフォーマンスを最悪と評価。続けてリサのキャッチフレーズはホットね、だがパフォーマンスは全くホットではなかった。どうしようもなくチープなダンサー集団と一緒に踊る彼女は K-POP 歌手ではなく K-FLOP 失敗作だった。私たち全員がどうして彼女が招待されたんだろうと不思議に思ったほどだ、とぼろくそに酷評したんです。またアメリカの音楽チャートを運営するビルボードは自社のウェブサイトで出演した16人をランク付けしているんですが、リサは最下位の16位でした。その上で授賞式のソロステージでリサは新しい演出にチャレンジしたようだが空振りに終わった。歌声には迫力が不足していた上、振り付けは決して人目を引くものではなかった、ましてやこの日のショーを盛り上げるものではなかったと超辛辣評価を下しているんです。リサが大炎上したのは口パクが原因なんですが、そもそもの実力不足も理由の一つだったんですね。しかもアメリカでは以前から K-POP が実力以上に評価されているとしてめちゃくちゃ嫌われています。有名な話ですが、お隣さんのチャート操作がアメリカ音楽業界の大問題になっているんです。例えば BTS のアーミーと呼ばれるファンたちはチャート成績を良くするために CD を大量購入したり、デジタル音源を一定期間ごとに購入し直していることで知られています。デジタル音源ダウンロード販売だとある程度は日にちを空けないと売り上げとしてカウントされないため、ひと手間かけているわけですね。また韓国からアメリカのファンにお金を送って代わりに CD を買ってもらうなんて行為も確認されています。これはアメリカではグローバルチャートより全米チャートの方が評価されているから、韓国国内の売り上げとしてカウントされるよりアメリカで CD が売れた方が好都合なので、こんなことをやっているんですね。ちなみにこういった操作についてチャートを運営しているビルボード自身がはっきり事実だと証言しています。2021年の記事からの引用です。アーミーは長い間さまざまな手段を使ってビルボードを含む音楽チャートでルールの抜け穴を利用して BTS の成績を押し上げてきた。 iTunes などとは異なり、 BTS 自身のウェブストアではダウンロード販売数に制限がない。また当社は Twitter でファンが投稿した領収書のスクリーンショットを確認済みだ。BTS ファンは PayPal を使って世界中のアーミーから資金を集め、アメリカでの売り上げに加算される購入を行っている。ビルボードがここまで言っているのは、もはや私たちのチャートも操作されています。と白状したも同然。それなのに、ファンたちやかす本人までアメリカで K-POP が大人気とか言い張っているわけです。そりゃ現地の人からしたら良い印象なんてあるわけないですよね。まあ、こういったチャート操作を一切報じない日本のマスコミと違って、アメリカでは事実が知られているわけ、状況はマシな方なのかもしれません。ちなみに、アメリカでは K-POP が同国の曲をパクりまくっていることも批判されています。これ、実はあのニューヨークタイムズが、
K-POP を聴く意味がないと酷評するほど大問題になっているんです。近年の K-POP からはお隣さんらしさが消えていると言われています。韓国人が歌ってはいるんですが、メロディはアメリカで流行しているものとそっくりだし、歌詞もほとんど英語、アクセントとして少しだけ韓国語が入ってくるレベルで、前編が英語歌詞の曲も珍しくありません。それなのにリサが受賞したようなベスト K-POP 賞なんてものもあるため、アメリカでは韓国のアイドルがアメリカの曲を真似ただけで評価されるのはおかしいという論争もあるほどなんです。 K-POP のパクリは昔からですが、最近はその度合いがさらに増しているんですね。この問題は名門紙のニューヨークタイムズも取り上げています。同紙が運営する音声ニュースのポップキャスト、アジア音楽の評論家がパクリ問題をズバリ指摘していました。作詞家もプロデュース陣も全てアメリカ人で、上っ面だけ韓国の顔をしたアメリカの音楽だと思う。ジャスティン・ギンバーレイクの曲や世界観にそっくりだ。彼はすでに存在しているのに、果たして彼と同じような韓国人アーティストが必要でしょうかと K-POP の存在意義すら批判したんです。ジャスティン氏はグラミー賞を10回も受賞している超有名シンガーソングライター。今の K-POP はその彼を真似しまくっているので、この評論家はだったらジャスティン本人の曲を聴けばよいじゃんと言っているわけです。これまさに怒声論ですよね。しかしこの指摘に K-POP ファンは激怒しました。 SNS では、ニューヨークタイムズは韓国を見下している、黄色人種だからと侮辱しているんだといった意見が続出。挙句の果てにはニュースの取り下げすら要求しだしたんです。いやいや、韓国の音楽ってアメリカのパクリだよねというのは見下しているのでも何でもなく、単なる批評、要は図星をつかれたからファンたちは人種問題を持ち出したんです。なお、この反応をニューヨークタイムズも予想していたのか、ニュースの最後で司会者はこう締めくくっています。私たちには異なった意見を主張する自由があります。ご視聴ありがとうございました。お隣さんのやり方は見透かされていたみたいですね。それにしてもK-POP と言いながら韓国らしさを消してアメリカの真似だけして、それに何の意味があるんですかね。これじゃあ評価されているのは韓国の音楽ではなくアメリカの音楽です。一方我が国の場合、日本らしさが世界的に高く評価されています。先日時代劇ドラマの将軍がエミー賞で史上最多の18部門を受賞しました。このドラマを制作したのはアメリカのスタジオですが、プロデューサーは主演兼任の真田広之氏。彼が原則としたのは日本人が見てもおかしくない日本を描こうというもの。受賞式では、私が演じた役は歴史上実在する家康という戦国の世を終わらせた人物です。皆さんが思う侍とは違いますと語っています。今までアメリカの作品で描かれる侍はハリウッドが思う侍、いわばアメリカナイズされた日本でした。しかしドラマ将軍では日本らしさが前面に押し出され、それがアメリカで高く評価されたんです。韓国らしさを薄めた K-POP と日本らしさにこだわり抜いた将軍はあまりにも対照的ですよね。なおエミー賞受賞という快挙に韓国ネットでは、日本は一体どれだけ賄賂をばらまいたんだ、イカゲームの成功が羨ましかったから裏金を使ったんだといった声が大多数でした。汚い手段が当たり前だから真っ先にこういう発想が出てくるんでしょうね。話を音楽に戻すと、K-POP がアメリカのパクリである点は、実は以前にマツコ・デラックスさんも同じことを指摘されています。2012年の話なんですが、ある番組で世界各国のタレントがお国自慢をし合うという企画がありました。この時、在日韓国人の作家が K-POP 自慢としてこう言い出したんです。例えるなら、日本の芸能界は草野球レベル、韓国の芸能界はプロ野球レベル。自慢だけすればよいのに、いちいち日本を下げないと気が済まないんですかね。しかし、この非常識な発言にマツコさんがすぐさまツッコミを入れてくれました。結局は私ね、K-POP とか見てるとアメリカの隠れにしか見えない。と、正面から言い切ったんです。マツコさんは、アメリカの評論家が最近になって言い出している問題を10年以上前から見抜いていたんですね。しかも、この後もめちゃくちゃ良いことを言ってくれたんです。この作家は草野球レベル発言の前から、K-POP は世界で認められている。などと繰り返していました。それに対してマツコさんは、世界で通用するってさっきからずっと言ってるけど、その世界ってのはどこを指しているっていうね。アジアの同じような顔したところでアメリカの模倣品をやってキャーキャー言われるのが世界の市場だと思われてるんでしたらそれで結構ですけれども、と痛烈に批判したんです。これもう怒声論ですよね。チャート操作を無視してもアメリカで受ければ世界で人気があるってことにはなりません。韓国人作家は論破されたのが答えたのか、これに日本でもレディー
加賀がめちゃくちゃ人気じゃないかと言い返しました。ちょっと意味がわからないんですが、多分アメリカで受ければ日本でも人気が出ると言いたかったんでしょう。しかしこれにもマツコさんは見事に反論してくれました。いや良いじゃない、だからあんたたちの国の音楽もちゃんと受け入れてやってんじゃないのよ。なんて素敵な国なのよ。世界の文化を受け入れてる国なの。これだけ懐の深い国がどこにあるんだよ。他に出てけ、日本が嫌だったら出てけ。受け入れてやってんだよこっちは。もう言いたいことを全部言ってくれた感じですよね。反日教育をしたり竹島を不法占拠したりと問題ばかり起こしているお隣さんの音楽ですら日本は受け入れています。それなのに文句を言うようだったらそれこそ出ていけばよいだけの話です。というか K-POP は日本市場でかなり稼いできたのに、それで草野球レベルなどというのはもう呆れちゃいますよね。ちなみにこの番組で韓国人作家はビルボードには K-POP チャートがあると自慢げに語っていたんですが、実はこれアジアで2番目に作られたもの。では1番目はどこだったかというと日本の J-POP チャートだったんです。そもそも K-POP という名前自体が J-POP のパクリ、韓国が日本の後塵を拝しているのも当然なのかもしれませんね。ただ実はお隣さんの方が悪い意味でずっと進んでいるものもあります。それは芸能界における闇の深さ。 K-POP ファンなら誰もが知る超有名アイドルが自身の経営するクラブで何人もの女性を食い物にしてきたことが2019年に発覚しているんです。これはバーニング3事件と呼ばれるもので、あの BBC が2024年6月にもわざわざ特集ドキュメンタリーを組んだほど世界的に注目された大事件。犯人の韓国人アイドルはターゲットと定めた女性客にミスポンと呼ばれる10分で意識が朦朧とする飲み物を出してクラブ内にあるベッド付きの部屋に連れ去っていました。そして被害者の女性たちを行為中に撮った写真や動画で脅して後で資産家などに提供していたんです。要は自分も良い思いをしながら芸能活動の傍らで女性を犠牲に副業をやっていたんですね。こんなおぞましい犯罪に手を染めたアイドルはビッグバンというグループの VI ことスニという人物。このグループは一時期あの朝日新聞も猛プッシュしていたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。2000年代には東方神起と並んで韓国を代表する超人気グループでした。そんな有名人でも裏の顔は真っ黒だったわけですね。しかもこの事件には大勢の芸能人が関わっていたことも判明しています。判明しているだけでも5人以上のアイドルがスニと一緒になって女性たちをミスポンで食い物にしたんです。韓国芸能界の闇がどれだけ深いか伺えますよね。こんな状況で世界進出なんて笑わせるというか、そもそも日本の紅白に K-POP グループが出場するのだってどうかしていると思ってしまいます。お笑い芸人の松本人志さんは女性関連の疑惑が出た時点で自らテレビ出演を休止しました。日本のテレビ局もバーニング3事件を起こした韓国芸能界そのものをできんとすべきではないでしょうか。そもそも口パクの歌なんて聞いても意味がありませんしね。さてそれでは最後に今回の話題に対する海外の反応を見ていきましょう。 K-POP はずっと誰かの真似ばかり、最近はアメリカのパクリだし、初期は J-POP まんまの曲もたくさん出していたよね。韓国人は K-POP を誇りに思っているようだが、自国らしさを消した曲が評価されて何が嬉しいんだろう。そもそも事務所がアイドルを育成して売り出すって手法がジャニーズのパクリじゃない。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、韓国は東南アジア系の国を発展途上国だからと見下しているようですけど、正直どの口が言うんじゃいと思ってしまいました。韓国は別に先進国じゃないですからね。それどころか韓国は経済がどんどんやばい方向に傾いていくばかりなので、先進国ぶって見下してる相手にあっという間に追い抜かれかねないんじゃないでしょうか。というか本当に先進国ならわざわざ日本でライブしたり音楽番組に出演したりする必要ありませんよね。そっくりさんだらけの蘇生乱造アイドルをご利用しするのはもうやめてもらいたいです。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。